ラッセル・ミーンズ・ラッセル・ミーンズは、アメリカ・インディアンのラコタ数族の活動家、思想家、俳優、演説家、音楽家。インディアン権利団体、アメリカ・インディアン運動のスポークスマン。ラッセル・ミーンズは、サウス・ダコタ州のパイン・リッジ・インディアン保留地の、ワンブリーで、オグララ族のハロルド・ハンク・ミーンズと、純血のヤンクトン数族のテオドラ・フェザーの間に、生まれた。 両親は息子に、親手ワチニアピンという名を付けた。これは、ラコタ語で、この世のために働くという意味である。テオドラとハロルドは、インディアン寄宿学校で知り合った仲だった。父ハロルドは、溶接工として、防衛産業で働いていたが、アルコール依存症患者でもあった。1942年に、ミーンズ一家は、サンフラニシスコベエリアに引っ越した。 彼らの住んでいたパインリッジインディアン保留地は全米でも最貧困地帯と言われ白人による暴力迫害が日常茶飯事だったサンフランシスコに移ってもインディアンであるラッセルは差別を受け続けた近所の子供たちは西部劇ごっこでいつもラッセル兄弟を悪いインディアン役にしていじめたラッセルは1958年に カリフォルニアのサンリアンドロ高校に入学した。ラッセルはサンリアンドロ高校でただ一人のインディアンだったことから白人生徒から毎日のようにあざけりの言葉と嫌がらせを受けた。差別の中、学校に反発したラッセルは飲酒に走り、かろうじて高校を卒業した。1956年に合衆国はインディアン移住法を施行した。これは 様々な都市部にアメリカインディアンのための職業訓練センターを設立し、これらの場所にインディアン個人とその全家族を移住させるものだった。これは保留地でのインディアンの受決と経済発展を否定し保留地を解消するインディアン絶滅政策の一環だった。この法律による有志の機会に応じたインディアンたちは保留地には戻らないと合意署名させられた。 高校卒業後、都合5つの大学に通ったが全て中退し、カウボーイ、日雇い労働者、広告会社勤務など、様々な仕事に就いた。ラッセルは、ロサンゼルスのバーで、インディアンたちとたむろするようになった。ラッセルはこう述べている。堀内から、都市部へのアメリカインディアンの強制的再配置は、我々を孤立した存在として集まることを強制した。 合衆国は我々から近所付き合いを奪い、スラム街やヒスパニック区域に我々を分散させた。我々の唯一の社会的な活動は地元のバーで集まることだった。しかし、地元のバーから我々は競技のリーグと社交イベントを作った。それは我々がインディアンとして社会化する方法だった。それは 考えの異なった違う部族のインディアンたちのすべての経験を本当に我々に開かせてくれた。1967年に父ハロルドが死亡し、ラッセルは合衆国の様々な保留地で仕事を探した。サウスダコタのローズバッドインディアン保留地に住んでいた時に彼はひどいめまいに襲われた。保留地の白人医師は彼が インディアンによくあるように酒に酔って運ばれてきたものと思い込み、数日間にわたる彼の検査要求を全く取り合わず、酒場で殴り合いでもして脳震盪になったのだろうと診断した。結局会心の専門医によって、ラッセルの症状はよくある中耳炎だと分かった。医者の見落としのために、彼の耳は片方が難聴になってしまった。中耳炎の回復後に、 ラッセルは一年間給食圧線事務所で働いた。ここで彼は、数族インディアンのために、法的な弁護を行っていた数人の合法的、活動家と知り合った。上司と言い,い争いになって、事務所を辞めた後、ラッセルは、オハイオ州クリーブランドに移った。クリーブランドでは、黒人たちの公民権運動の中で、インディアンセンターの運動家たちと出会い、これに参加した。 1960年代、合衆国政府は、インディアン部族の解消方針を強め、ここまでの、約10年間で100を超える、インディアン部族が、連邦認定を取り消され、絶滅したことにされていた。彼らは、条約権利一切を剥奪された上保留地の保留を、解消されてその領土を没収され、路頭に迷っていた。 ラッセルと知り合ったオハイオ州のインディアンたちもそうした絶滅したインディアンたちだった。彼らは保留地を失っているため、インディアンの権利保護のための共同体、インディアンセンターを各地に設立し、インディアンの権利に関する講演などを行っていた。ミネソタ州では、クライドベルコートやデニスバンクスラオジブア族の若者たちが白人中心の社会の中で、 直接的抗議運動による社会の改革を目指し、アメリカインディアン運動の組織化を進めていた。1968年7月29日、ミネソタ州ミネアポリスでこのアメリカインディアン運動の結成大会が開かれ、彼らはインディアンに対する白人の差別案件すべてに猛烈な抗議行動を行い、この動きは全国に波及した。1968年、 ララミー取りで条約100周年にあたる。この年に、ラッセルら数人の数族運動家が、サンフランシスコのアルカトラズ島を占拠し、条約の正常履行を訴えた。しかしこの抗議は、アメリカ社会から、全く無視され、自行動としては不守備に終わった。1969年、クリーブランドのインディアンセンター所長となっていた、ラッセルは、 デニスバンクスら AIM メンバーを公演に招いたことで AIM の活動に参加することになる。ラッセルはデニスと意気投合し AIM のクリーブランド支部を設立し第1回目の役員会議議長に就任した。同年11月9日サンフランシスコのベイエリアのインディアンの若者たちが起こしたアルカトラズ島選挙事件は 主導グループの応援要請を受けることで AIM も参加。ラッセルも19ヶ月間の選挙抗議に加わった。1970年、数族の女性運動家たちがブラックヒルズ船有権を保障した連邦条約の再確認を求めて起こしたラッシュモアさんの選挙抗議に加わった。またこの年の11月26日、AIM や他のインディアン団体ともに プリマスでの感謝祭記念行事で抗議デモを行い、我々インディアンは絶滅の危機にあると演説し、メイフラワーに西号を乗っ取り、マストに AIM の旗を掲げ、AIM の歌を歌った。また、プリマスロックは、白人のアメリカ侵略の象徴だとして、プリマスロックをトラック一台分の土砂で埋めてみせた。1971年、ビルとデイスの兄弟と共に、 ミーンズ三兄弟として、正式に、AIM メンバーとなる。6月、再びラッセルらは、ラシュモア・さんを選挙。AIM と、老若男女のインディアンたちは、連邦記念碑である、大統領の顔の上に、AIM と数族の国旗を掲げ、1ヶ月を超す、長期屋栄講義を行った。この際、ラッセルらは、ジョージ・ワシントンの、顔に小便をかけてみせ、岩に、 レッドパワー、インディアンの土地と赤い塗料で対処した。この年、スポーツ界のインディアンマスコット問題にも取り組み、和風酋長の衣装廃止をめぐって、プロ野球球団クリーブランドインディアンス国祖の原告団に加わり、和風の衣装がインディアンの品位を汚しているとして、900万ドルの損害賠償訴訟を行っている。1972年、和風訴訟に反発する。 クリーブランド・インディアンスのファンから猛抗議を受け、クリーブランドのインディアンセンター所長を辞任。サウスダ・コタに戻る。この年、AIM によるワシントン DC への抗議行進、破られた条約のための行進に参加。この抗議行動は、インディアン管理局本部ビルの選挙に発展し、リチャード・ニクソン大統領の調停が入る、一大事件となった。 ラッセルはメディアはインディアンを無視していると報道陣に訴え、彼らは激しい抗議行動でマスコミに訴えかける戦法を取った。デニスと二人でビアの汚職証拠となる書類をごっそり運び出した。ラッセルは各保留地の部族議長の腐敗やビアとの誘着を公開し、ビアを激怒させた。この選挙抗議の後、ラッセルはこう宣言した。 1973年、数族のパインリージ・インディアン保留地は、部族会議議長、リック・ウィルソンによって私物化され、ウィルソンの施設暴力団と数族との内戦状態にあり、また部族民は、凄まじい白人からの差別と暴力のもとに、さらされていた。数族同胞が、白人グループに面白半分に虐殺され、抗議運動は、白人警察によって弾圧され、 ラッセルも白人保安官によって名指しの暴行を受け逮捕拘留された。2月26日、パインリッジのオグララでフールスクロー州長の呼びかけで長老と州長による大集会が開かれた。数族以外の AIM メンバーも加わった。緊急集会で数族の女たちは AIM に力を貸してくれるよう頼んだ。AIM はこれを快諾し、 パイプの儀式を行ってウーンデッドニーまでの抗議行進の結構を全会一致で決定した。ラッセルは各州長との連絡役とスポークスマンを認じることとなった。この抗議行進は、ついには、ウーンデッドニー選挙抗議、オグララ国独立宣言に発展。周兵、FBI が介入し、戦車や戦闘機まで投入される。 一大事件となって全米に衝撃を与えた。パインリッジの部族会議議長として、部族民をテロ弾圧していたディック・ウィルソンについて、選挙抗議に参加した数族伝統派のロイ氏のレオナルド・クロードッグは、白人とインディアンの根血、あるいはインディアンですらなかったかもしれないと述べている。ウィルソンはラッセルを、 賞金首にして、次のように発表した。ラッセルは、ニクソン大統領との交渉のため、ワシントンを訪れたが足止めされ、選挙抗議は、インディアン二人の死者を出して1973年5月8日に、撤退となった。選挙後、ウィルソン部族議長と、連邦政府は AIM に対するテロを強化し、次々と選挙メンバーが暗殺された。 1973年10月、ノースダコタのスタンディングロック保留地を訪問した際に、ビア警官によって背後から肝臓を撃たれ、重傷を負ったが、命は取り留めた。この後の6年間で、ラッセルは4回、白人による射殺と死殺の危機を乗り越えた。1974年1月2日、連邦政府と FBI は、 ウーンレッドニー選挙主導者統一裁判として、ミネソタ州セントポールで、ラッセル・ミンズ、デニス・バンクスの二人を連邦訴追した。連邦政府は AIM を国家反逆の犯罪者集団として、反 AIM キャンペーンを行っており、この二人を断罪しようとしたのである。オグララ族のペドロ・ビソネットはビアに射殺され、数族の呪い師、レオナルド・クロードッグと、 AIM 主導者の一人、クライドベルコートは、別件で逮捕され、別法廷で被告となっていた。9ヶ月にわたる裁判にはビル・クンスラーや、マークレーンら、著名な人権派弁護士がつき、違法登庁や偽証など、FBI の不正が次々に明るみに出た。9月15日、フレッド・ニコルス裁判長は、FBI と司法省に対する、 激しい批判と怒りの弁を読み上げ、ラッセルとデニスの完全無罪判決を下した。この年、ラッセルは、生まれ故郷のパインリッジ保留地の部族会議議長に、立候補。現職のディック・ウィルソンに200票余りの差をつけたが、ウィルソンは不正と脅迫によって、これを無効とし、連邦裁判所の再選挙要求を無視した。1975年、 酒場での喧嘩で殺人を犯したとして起訴された。ビル・クンスラーが弁護につき、陪審は1976年8月6日に殺人告発を説いた。1977年、アメリカ合衆国のインディアン権利問題を国際的に訴えるため、国連に国際インディアン条約会議を設立。また、パインリージ・インディアン保留地で、数族によるラジオ局、 キーリーやポーリポパイン健康診療所の組織化を進めたこの年11月に1973年のカスターシソーランの角で有罪とされサウスダコタ州刑務所に1ヶ月服役したこの際刑務所内で心臓近くをナイフで刺され重傷を負った1980年7月にラッセルは彼の言葉をより広く知らしめるためとして4 アメリカツーライブ、ヨーロッパマスと、大とする有名な演説を行い、アメリカインディアンは伝統を守ることで、ヨーロッパ化を避けるべきだと訴えた。ラッセルは、キリスト教と、資本主義を含むヨーロッパの知的伝統を批判し、白人が宇宙を、非スピリチュアルなものにしたとし、ヨーロッパの伝統的なマルクス主義は、アメリカインディアンの問題を何も解決しないと、警告した。 彼は次のように述べている。私は指導者ではない。私はオグララ・ラコタの愛国者だ。それは私がそうありたいと望むすべてであり、私はそうあることで、とても心が休まるのです。1981年4月、ラッセルラ AIM グループとラコタ続伝統派が、サウス・ラコタ州、ビクトリア・クリーク渓谷にある、連邦政府の土地で、 ブラックヒルズ変換の第一段階としてティピーの野営を張った。この野営は白人に虐殺された数族のレーモンド・イエロー・サンダーの名を取ってイエロー・サンダー・キャンプと名付けられた。米国森林サービス局は野営のための土地の使用を拒否したため彼らは1978年制定のアメリカ・インディアンの宗教の自由法に対する侵害であるとして連邦を告訴した。 1985年にドナルド・オブライエン判事はこの八重に有利な判決を下したが控訴審では逆転敗訴した。ワシントン DC で開催された反対テロ戦争抗議デモで演説するラッセル・ミーンズ1980年代に AIM は運動における霊的な扱いをめぐって数派に分かれた。またもう一つの理由はニカラグアで圧政下にある ミスキート族インディアンに対する支援の是非によるもので、ラッセルはミスキート族インディアンの一派、ミスラサタを支持した。この団体はコントラと関連していたので、ラッセルは1985年と翌年にニカラグア東に実情調査に赴いた。現地ではサンディニスタ民族解放戦線が爆撃を行い、多数のインディアンを虐殺していた。 ラッセルはこれを重大事として報告したが、アメリカの左派や、親マルクス主義者の論人はこれを認めず、ラッセルを批判した。全米を分けた世論の中、AIM でも共産党系サンディニスタ民族解放戦線とミスラサタの支持派に分かれた。またこの時期、ラッセル個人は、AIM とは、歩調の違うラリー・フリント、統一協会、リバタリアン党などに賛同していた。 ミーンズは AIM 内のこうした風和について残念ながら程度は個人個人で異なるが私たちは皆植民地化されてきたそれらの意見の相違は誤って導かれたエゴから始まったものだと述べているインディアンの社会は縦割りの上位かたつ文化を持たず白人のように一人の指導者によって統率されるような習慣はない 1988年に AIM 本部を離れた後、6月25日、インディアンの先行を無視したリトルビッグホーンの戦いの記念碑のそばに、インディアン選手の記念碑を設置する抗議行動を行う。1991年、アルコール依存症で入院。退院後、マービンウルフの協力のもと自転車、ウェアホワイトメンフィアツーツトレッドに取りかかる。 1994年春、AIM 共同創設者、クライドベルコートは、1972年に提訴した、クリーブラント・インディアンス訴訟の原告団が3万5千ドルで、和解に応じたことで、AIM を売ったとラッセルを責めた。これに対して、ラッセルは、現在の、反、インディアンマスコット団体である、 アメリカインディアン反名誉毀損連盟は何も賠償金を受け取っていないと反論している。晩年は主に AIM コロラド支局でハンコロンブス礼ー講義などで積極的に働いた。また、ラコタ共和国やインディアンの銀行設立構想にも関わった。映画の出演料でラコタ族の文化を子供たちに教える学校を設立しており、またパインリッジ保留地に ブラックヒルズでのイエローサンダーキャンプのような若者向けの霊的なキャンプを行う宇宙の大学と呼ぶ学校を計画した。3度離婚しており、子供は12人いる。4人目の妻はナバホ族インディアンの教師、ロデオ氏のグロリア・グラント。2012年10月22日、サウスダコタ州ポーキュパインで死去。72歳没。 1992年のハリウッド映画、ラスト・オブ・モヒカンで、俳優としてデビュー。春チュック・チュック州長を演じた。撮影現場では、インディアン俳優たちの差別的待遇に対して、団体交渉役も引き受けている。州長が、族長のように振る舞うなどのデタラメな、インディアン文化風俗の描写などから、インディアン仲間から、なんで、あんな映画に出るんだと批判を受け、 ラッセルはもう活動家を辞めたのかと言われた。ラッセルはこれに対して団体交渉を行ったことを挙げ、また映画について内容はどうあれ、白人がインディアンを映画の中でどう扱うかの試金石的な作品だと一定の理解を示している。映画ではアニメの声優も務め、他には刑事ナッシュブリッジスなどテレビドラマにも主に悪役で出演している。 これらの俳優業について、インディアンの存在を示し、差別と戦う力としたいとその立場を述べている。AIM のスポークスマンでもある、ラッセル・ミーンズは、その運動の中で絶望鋭い発言で知られている。インディアンの交渉文化を重んじ、文章よりも、発言の方が訴える力を持っているとしている。特に合衆国の、インディアン民族に対する民族浄化の動きに強い。 警戒感を示し、インディアンという故障にこだわりを見せている。私たちがいくらアメリカインディアンの歴史を子供たちに教えても、白人優位の教育制度は、インディアンという言葉を排除し、我々の子供たちに、アメリカインディアンが20世紀中に存在しているのだ、ということを教えていない。ハリウッド映画は、我々を、そう定義づける危険をはらんでいる。我々はまさに絶滅の危機にある。 ラッセルは、私は、アメリカインディアンだ、ネイティブアメリカンではない。と題して、1998年1月16日に、次のようなスピーチを行っている。私は、ネイティブアメリカンという用語に組んでいる。これは、アメリカ合衆国の囚人としてのすべての原住民を、記述するのに用いられる、総称としての政治用語である。これらは、アメリカのサモア人。 ミクロネシア人、アレウト族、厳重ハワイ人、そして実際は、ユピクト・イヌピアトであるエスキモーのことであり、そしてもちろん、アメリカ・インディアンのことである。合衆国政府によって用いられる統計は、どれだけのネイティブアメリカンがこの国にいるかについて、上述したすべての民族を含んで、あなたたちに説明している。これは隣接する十八の国で、ネイティブアメリカンの総数が、 アメリカインディアンの総数であると仮定しているが、それは誤りだ。およそ170万人のネイティブアメリカンのうち、120万人のアメリカインディアンがいて、60万人未満のインディアンが、インディアン保留地に頼って暮らしているのである。私は、その由来を知っているので、アメリカインディアンという用語を好んでいる。これはスペイン語のエンディオが、粗悪に英語化したもので、それは、 神と共にあると翻訳される。そして、さらなる区別として、アメリカインディアンは、合衆国のアメリカ人という民族分類より前から、存在するアメリカ合衆国の唯一の人種集団なのである。我々、国際インディアン条約会議は、1977年に、スイスジュネーブで開催された国連会議において、 全会一致でアメリカインディアンという故障を支持すると決定した。我々はアメリカインディアンとして奴隷にされた。我々はアメリカインディアンとして植民地化された。そして我々はアメリカインディアンとして我々の自由を得。我々は我々自身を我々が選ぶどんなものとでも呼べるのだ。共感という意味ではインディアンは死んでいる。我々が求めているのは 経緯だ。ラッセル・ミーンズ・ビオ・ダタ・ハット・スターク、ジェシカ、コロニアリズム・パーフェクテッド、オン・ザ・アメリカン・インディアン、アクティビスト、ラッセル・ミーンズ・ツー・オファー・インサイト、エクスペリエンス・アーカイブド2007年12月19日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ライス・ユニバーシティ、プレスリリース・デーティッド・ノーベンバー14、2007、アクセスト・ノーベンバー20、2007、ラッセル・ミーンズ・フリーダム、 ハットラッセルミンズ、インディアンアクティビスト。アクター、ダイズアット 72USA Today 2012年10月22日閲覧、エンターテインメントウィークリー、タイムアルマナックウィズインフォメーションプリーズ。ありがとうございます。